皆さんこんにちは。私は茨城県常総市のコミュニティチャーチ牧師の中田雄一です。今回は茨城県の常総市で発生した大水害の状況について報告させていただきます。台風18号の影響で特にこの9月9日頃から茨城、栃木に降り続いた大雨によって栃木から茨城県に流れている鬼怒川が増水し氾濫し、そして9月の10日木曜日ですけれども川の東側の地域で大規模な水害が発生しました。常総市は石毛町とその下流の三海同士の合併によってできた市なんですけれども、まずこの常総市上流の方の常総市石毛地区の若宮戸地区っていうところで、まあ、越水といってこの堤防を越えて水がこう溢れてしまう状況が起こりました。続いてその日の午後、上三坂地区というところの付近で堤防が決壊して大きな洪水被害が発生しました。でその後その水は下流の三海道地域に流れ込んで、三海道でも広範囲にわたって浸水被害が発生しました。そして現在の状況なんですけども、石毛地域では今日9月15日火曜日現在、ほぼすべての地域で水は引いて片付け作業の段階に入っています。また三海道地域でも特に浸水被害が大きかった場所でも最もひどい状態だった時よりは水はかなり排水作業によって引いてきていますけれども、まだ一部浸水している場所があります。で常総市に4つの教会があるんですけれども、その三海道地域の2つの教会が浸水して、まあ、今水は引いていますけれども片付けなども手伝わせていただきました。で電気は一部復旧しつつありますけれども、被害が大きかった地域では今も停電や水道の断水状態が続いています。水が使えないと掃除もなかなか進まない、そういう困った状況もあります。で避難所とかでも一部を除いて物資的なものは十分足りているようですけども、これからはこの水が引いた後のこの泥を出したり瓦礫の片付けとか、そういうボランティアが相当必要になってくるんじゃないかなと思います。だそれと同時にこの避難されている方、この大きな被害やまた心に傷を受けた、そういった疲れている、そういう方々の心のケアとか、また心の癒し健康のケアとかが大事な必要になっていくと思います。で常総市災害ボランティアセンターというところももうすでに開設されていますので、ホームページなどで確認できますので、来られる方はぜひご参加くだされば感謝です。そして最後、祈りの課題ですけども、大きく2つあると思います。1つは、この常総市の実際的な回復のために祈っていただきたいと思います。復旧のために祈っていただきたいと思います。今も浸水している地域があります。電気とかライフライン、この水道が特に断水状態で困っている地域がたくさんあります。そのライフラインが早く復旧してこの町の機能や日常生活が回復するように、疲れ切ったり心に大きな傷を負ってしまった方々の心や健康が癒されるように、回復のために。そして2つ目はこの常総市の人々の救いのためにぜひ祈っていただきたいです。町がその機能が回復されるだけじゃなくて、復興するだけじゃなくて、人々の救いのために祈っていただきたい。このような中でも私たち常総市の教会が強められて、人々に仕え神様の愛を届けていくことができるように、いろいろな形で仕えて神様の愛を届けていけるよう、そしてこの町の人々がイエス様と出会ってこのイエス様の救いに預かることができるように。そしてこの場をお借りしてですけども、皆さんたくさんのお祈りや連絡や励ましの言葉、応援に来てくださっている方もいますけども、本当に心から感謝します。ある震災の被災地の牧師先生が語ってくれたんですけども、物資や励ましも本当に感謝ですけども、人々の必要に応える最も大きな力、最も大きな働きは祈りなんだって、困難が大きいほど、苦しみが大きいほど祈りは届きますって、そのように語ってくれました。イエス様は呼び求めるものを全ての苦しみから必ず救い出してくださる方です。だからだんだん報道とかはなくなっていくと思いますけども、ぜひ皆さん、私たちをこの常総市を覚えて、特にねこの回復のため、救いの人々の救いのために続けてお祈りくだされば感謝です。ぜひお祈りください。茨城県常総市のコミュニティチャーチ中田雄一が報告させていただきました。